はようございます。今日は永山さんと一緒に沢の池、はいはい、おっさん FM でも話した沢の池までサイクリングに行きたいと思います。今朝の6時半です。では行ってきます。ここからスタート、はい、ここからスタートね。よし、今までのはウォームアップですもんね、うん、だと思ってましたよ。よし、23度、そうか、坂道の勾配じゃないですよね。山だ。お疲れ様です。永山さんまだ余裕がある。いや、押してきます。京都市内が、あ、これまだ興味時の途中でしょ。全然遠いです。あ、まあ登ってきたなって感じですね、これね。いや、あと4分の1、5分の1、あ、今4分の1、5分の1、うん、あと4分の3、5分の3ね。行きまでがの距離ですよね。え、行きまでがですよね。そう、往復のってことじゃないですよね。そうです、そうです。どうしても減らしたい。減らしたい。あー、でも気持ちいいな。山、行けますか。長谷さん、昨日も来たの。すごい。よいしょ。おい、これが弓道。弓道長崎こっちを使ってます。ここが茶屋、旧茶屋。ただね、もちろんありますね。ここも、はい、氷室別れ。氷室京介、氷室別れ。氷室ってもともと氷を、あー、運んでくる。運んで、ちょっとその山の奥に置いといて、うんうん、夏に使ったりするとか、うんうん、あ、車、何、まさにあれがあるんですよ。あ、そうなんだ。ここ登り来たところにその入り口がある。へー、あの角を曲がったら下りなんじゃないか、そう思ってた時期が私にもあったんです。はい、高いところ、てっぺん来た。見えるよ。ここの先行ってた。あ、氷室、こんなところに氷を置いてたんだ。今はね、てかさ、こんなところに氷を置くのはいいけど、ここから持って降りるのに溶けちゃうな。ねえ、どうするんですかね。なんか藁とかで滑ってたんだ、坂だから。あ、シャーってさ、これぐらいですよ。うん、なんか氷室別れって言って、はいはい、ほんまや、氷室京介と別れる場所。そう
ここでこう方向性の違いですよ。確かに氷室と布袋が別れたら氷室別れキスミってやつね。あれキスミだっけ。ちょっともう脳が死んでるな。もうちょっとくらい痩せましたら。あ、ここ京都一周トレイルって書いてあるじゃないですか。じゃあ長山さんの後を追いかける感じにするかね。長山さんに涼しい涼しいぞ。下りはスピードが出るな。今までの上り何やったんちゅう感じ。気持ちいい涼しい。体力ゲージがどんどん回復していくのが分かります。何これ。冷たい。あー冷たい、ね、これ冷たいね。もうすぐ一緒になったかな。冷たい。こっちあ、冷たい冷たいよ。あー気持ちいい。今までの苦しみが全て解放されていく。沢の駅まで頑張れる気持ちが今どんどん湧いてきてます。不思議。さっきまでもう帰ろうと思ってたのに。豆腐、うん、ここめちゃめちゃ雰囲気のいい神社。なんかめっちゃなんだろう、千と千尋みたいに出てきそうな感じの、ね、ここですね。ここね、大きい大きい。でっか。何これ不思議。なんかいいっすね、このこういうコケコケしいっていうの、うん、青なんて。いやでもこれちゃんときちんと手入れしてるんですよ。ちゃんと誰もしなかったらこうはならないですからね。確かにな、うん、地元の方が綺麗にやってるんですね、うん、この辺りね、ここにね、今渋かっこいい、うん、渋いな、本当だ。髪の毛入さて、ここが運動室。無事に帰れますよ。無事に怪我なく帰れますよ。だから苔見ると池田さんとか喜びそうですよね。池田さんなんかすげえ苔を見てたイメージが、うん、この苔はいいねとかってこの苔はいいよとかって言ってそうじゃないですか。いいスポットでございました。このこれうん確かに。なんかこう普通に多分あそこに看板出てるから、うん、池田は行けるの。行けるの、うん、乗ったら来れる。おお怖い怖い。へえ。陸上総局のマイクロン昭和10年前後に磨き丸太の加工乾燥保管を目的として建てられたために独特の外観と構造を持っており鉄道建築学上も貴重な建物である。おしかし長山さん の、 あの看板があるから行けるっていうのはなるほどと思う。いや看板が立ってるから行っても大丈夫っていう。そうかと思って。ああそうそうそう、うん、確かに。ちょっとね山に入ります。
から下に入って、はい、そこから上り、そこから上り今日かな、おい、上り坂結構な坂でこれ、いや結構な坂よ、沢だ。海外だとツーリングっていうと、もうマウンテンバイクなんですって。あ、バイクじゃないの？あ、その、その自転車のツーリングっていうと、あ、そういうこと？ロードバイクとか。ロードバイクは全然一般的じゃなくて。そうなんだ。日本は舗装道路の、うん、その舗装率がすごく高いらしくて。はいはい。海外はもうこんなとこばっかりらしいんですよ。まあ、確かにアメリカのさ、ドラマ見てるとマウンテンバイクに乗ってる子供めっちゃ多いですよね。舗装がこれね、はいはいはい、少し入る、綺麗な道路がないのか、山奥の村まで本当に平らなフラットなアスファルト舗装で行けるんで、うん、海外から来るとそこに感動するらしい。まあだからあれか、あの東京オリンピックの時に結構ロードレースやってましたもんね。そう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 、田舎の田園風景。海外からね、これオリンピックのための舗装したの。ああ、そういう世界だ。こんなとこまであったら。ここ食えますよ。ああ、懐かしい。いや、数学の食料だからね。懐かしい。キイチゴ？何イチゴあれ？なんていうかね。ヘビイチゴ。ヘビイチゴは食べられないんですよ。ヘビイチゴはね、食べられないんですよ。あれは別の種類。キイチゴ。僕らグミって言うんだけど。多分本当の名前じゃない。グミ。僕ら多分キイチゴって呼んでましたね。メダキ。じゃあ小田木もあるね。そうですね。その辺でステップホテルさせた。はい。なんかこのアンチャーテッドで登っていきそうな木がありますけど、誰かが倒して向こうに渡る橋を作ったみたいな。これね、どんどん見えてたらこれ役に立つ。役に立つ。で向こうに渡って、早く早く来い、橋を落とすぞ。つって。ありがとうございます。あ、そうす。いただきます。トンボ。ピーピーピー。あ、トンボこだっけ。あ、そっか。へのトンボ。どこへ。どこへ長押し通しを歌うと早くなる。お、飛んで行く。おえい、力が入る。そういえばチャゲアスのヤーヤーヤーの殴りに行く相手が秋元康さんだったってのめっちゃ面白かった。実在したんだね。うん、自由的表現かと思った。うん、直接に本当に殴りに行こうか、やーやーやーっていう曲だった。もう着く、もう着く。ヨーロッパポストって、はい、僕のシート、はいはい、椅子、はい、今この高さじゃないですか。うん、シュッと上げて、え、何それ、上がってる、え、かっけ、え、どういうこと？あ、そうだった。ここ押すと、うん、空気圧みたいなやつ？普通にジムの付け、はいはいはい、椅子みたいな。へえ。ガスが入ってて。へえ。すげえ。普段こう上りとかこれで、はいはいはい。逆に下るときはまあ座らないんで、はいはい、下げて邪魔にならないようにこうやって。ああ、重心を。うん、はあ。面白。こうだけです。よーし、着くぞ。もうちょっと急だけど、これ登り切った。ああ、
きました。ここが沢の池でございます。これはこう池を一望できると思うので、なるほど、写真撮って今あの辺の中、はいはい、写真のとこまで行ってパン食べよう、パン食べるか、ちょっと写真だけ撮るか、うん、あの辺まで行きます。はい、よいしょ、めっちゃ怖っ。すごい、すごいな、いいっすね。いや到着、ようこのミニベロできたね、ほんとよく来たね、こんなそこまで。いや、水分足りてます。はい、足りてます。うるせえ、何でも食べますか。これは熟成チーズ蒸しケーキにしました。熟成チーズ、こんなとこでアイスコーヒー飲めちゃう。あ、いいんですか。すみません。アイスコーヒー。これ長田さんが言うと。これは、うん、朝の。昨日夜寝る前に入れて、冷やしといて、氷だけ、氷と一緒に突っ込んで持ってた。いただきます。うま。うまいね。これうまいね。よかった、持ってきて。こんなにうまいことある。うまいね。じゃあ甘いパンと合うでしょうか。うま。ええー。うまい、食ってもらえないのね。うま。信じらんないね、このうまさ。あ、うまい。うまい。最高の時間だね、こんなのね。おっさん FM で言ってたけど、最高の贅沢じゃないですか、こんなのが。うまっ、向こう行きらしいですね、向こう。誰かがここに掘って池を作ったわけでしょ。作れんだね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。帰ってまいりました。はい。トータルでどれぐらいかかりましたっけ？今何ですか？11時過ぎ、うん、4時間、5時間か。普段これ長山さん何どれぐらい出てるんです？3時間ぐらいですか。2時間ぐらい、はい、僕がだいぶゆっくりサポートいただいたんで、はい、楽しかったですね。楽しかったです、はい、また行きましょう。怪我なくね、はい、怪我なく、はい、またどっか行きましょう、はいはい、ではではお疲れ様です。